それでは私の方から新型コロナウイルス感染症の発生について発表をさせていただきます。昨日8月の20日徳島県立保健製薬環境センターおよび医療機関の検査によりまして、新たに7名の新型コロナウイルス感染者発生が確認をされました。県内では98例目からいよいよ100の大台に乗る104例目となったところであります。それでは感染者の概要について以下説明をさせていただきます。なお公衆衛生上の観点からお住まいの市町村名、こちらを公表をさせていただきます。まず98例目の感染者についてであります。感染者の方の年代は90代女性、徳島保健所管内、徳島市在住の方であり、職業は無職であります。続きまして99例目感染者、年代は20代女性、阿南保健所管内、阿南市在住の方であります。職業は無職です。100例目の方、年代は70代男性、徳島保健所管内、鳴門市在住の方で、職業は会社員であります。続きまして101例目の感染者、年代は40代男性、徳島保健所管内、徳島市在住の方で、職業は会社員であります。102例目の感染者、年代は80代女性、阿南保健所管内、阿南市在住の方、職業は無職であります。続きまして103例目の方、年代は60代男性、徳島保健所管内、徳島市在住の方で、自営業であります。104例目の方、年代は40代女性、徳島保健所管内、徳島市在住の方、職業は医療従事者の方であります。感染者の発症日、症状、行動歴につきましては記者の皆様方にはお手元の配布資料をご参照をいただければと思います。なおすでに7人とも新型コロナウイルス入院受け入れ医療機関に入院中であります。また現時点での濃厚接触者について以下申し上げてまいります。98例目の方、これまで入所施設におけるすべての入所者、職員の検査が終了をしております。次に99例目の方、調査中であります。100例目の方、ご同居のご家族5名、別居のご家族1名、同僚の方1名、合わせて7名となります。101例目の方、同居のご家族1名となっておりますが、すでに昨日検査が済んでおりまして陽性、この方が104例目の方となります。次に102例目の方、同居のご家族1名、別居のご家族1名、合わせて2名となりますが、すでに昨日検査が済んでおりまして、お二人とも陰性が確認されております。103例目の方、同居のご家族1名、104例目の方は今も申し上げましたが、同居のご家族101例目の方とお互いが濃厚接触者となっております。現在継続して積極的疫学調査実施をしているところであります。なおプライバシー保護の観点からぜひご配慮をよろしくお願いを申し上げたいと存じます。あと1点ご報告をさせていただきます。去る8月の7日より東横イン徳島駅備山口におきまして、宿泊療養者の受け入れを開始をいたしました。これによりまして医療従事者などの
いわゆる一時滞在施設としての活用が東横インできなくなりましたことから、翌8日より新たに徳島市と阿南市2つのホテルを確保させていただき、医療従事者などの皆様方にご利用をいただいているところであります。しかしながら新規感染者が8日以降も継続し、そして発生をしていることから、医療従事者の皆様方の一時滞在施設のニーズも日々高まっているところであります。そこで19日の水曜日には、徳島市と阿南市のホテルについてそれぞれ1施設を追加させていただくとともに、本日21日より吉野川市のホテルを新たに1施設確保させていただきました。県といたしましては、新型コロナウイルス感染症対応の最前線でご尽力をいただいている医療従事者の皆様方の身体的また精神的な負担を少しでも軽減できるよう、引き続き全力でサポートをいたしてまいります。私の方からは以上です。どうぞよろしくお願いをいたします。それでは幹事社の方から、質問させてもらいます。はい、どうぞ。98例目の女性の方、ライブの方はですね、これ入所者で、そうです、入所者の方ですね。で、現在症状はどういう症状でしょうか？症状は軽症です。軽症、はい。で、この方も一度陰性になってから発熱したということですか？一度ではなく4度陰性でした。はい、4度です。4回です。99例目の方はですね、この方は無症で、今のところ何もその家族であるとかそういうのは分からない。はい、行動歴も分からないでしょうか？行動歴については、立ち寄り先、8月の17日阿南市内の飲食店、ご友人1名と行かれております。それだけですね。この友人の方は濃厚接触とは言えないんですか？濃厚接触、そうですね、濃厚接触者は今だ調査中とさせていただいてますので、その確認を今取っているところ。友人というのはそれに当たるかどうか今調査中で、はい、この方の今のところ感染経路は、調査中となります。100例目の方、100例目の方は、70代の男性、この会社員の方っていうのはお仕事上どういうお仕事というか、はい、この方は事務所内での事務作業ということで、来客対応はないと、このようにお聞きをしています。ということで、同居とか同僚の方っていうことですね。同僚が1名ということですね。で、症状はどうなっているんですか？症状は実は中等症となります。肺炎の所見があります。99例目の方の症状ですね。無症状です。無症状。次、101例目の方が、104例目の方と、これご家族、そういうことです。ご夫婦です。そうです。で、この方は、会社員といいますが、これはどういったお仕事でしょうか？この方は屋外で業務に従事をされると、そして人との接触はそうした意味で非常に限定的、屋外ということもあり、仕事中はマスクの着用をされているということです。この方の、101例目の方の感染経路というのは今調査、今調査中です。100例目の方も調査中ですね。感染経路は100例目の方も調査中です。で、すいません、また戻って、101例目の方の症状は中等症です。中等症、肺炎の所見があります。はい、で、次、102例目の方ですが、80代女性の方はどこか、ご自宅ですか、施設か。この方はご自宅です。ご自宅。で、これ発症の、行動歴というのは特にそんなにはないということですか？いや、立ち寄り先については今調査中です。あ、調査中です。はい、感染経路は今調査中。はい、立ち寄り先も同様です。はい、この方症状は軽症です。軽症です。
次、103例目の方、この方の、自営業というお仕事なんですけど、何か関わりがある経営者の方です。経営者の方、はい、同居の家族1人が濃厚接触者で、はい、この会社員とかその職場の人というのはあまり関係ない、はい、まあ、経営者ですのでね。で、監査警護はあまり今のところは分からない。そうですね、ここも今調査中ということです。医療機関以外の立ち寄り先はこの方は、こちらはあります、はい、まず8月の19日ですが、徳島市内の飲食店に立ち寄られております。そしてその後に催事施設、こちらを訪ねられ、その後体調が悪くなられ救急搬送となります。19日の日に救急搬送、はい、で19日の日に救急搬送されて、また8月20日に受診ということは、救急搬送に入院したのではなくて一旦家に帰っている。そういうことですね。でまた20日の日に症状が出て、はい、この徳島市内の飲食店というのは、まあ、ここで濃厚接触の可能性とかは、はい、でこれについてはすでにチェックをしているところでありまして、まあ、店員のマスク、あとフェイスシールド、これをつけて対応しているとお店があるんです、ね、はい、すみません、催事施設っていうのは、はい、でこちらも我々気になるところでありますので、はい、まずチェックとして、当然従業員の皆さんはマスクの義務付け、あるいはアルコール消毒、その設置などと、あとはお客さんに対しては出入り口に対して体温の測定をされておられます。あと、催事施設ですので密の状態になりやすい。で、座席の間隔、これを前後左右の席をそれぞれ空席にする。まあ、こうした点からも、またご本人マスクを着用していたということからも、ここの部分については、まあ、公表とかこういった形を取らないということです。施設の名前は出さない、はい、でこの方症状は、この方は軽症です。軽症で104例目の方が、101例目のご夫婦で、ご夫妻、はい、でこの方医療従事者とありますが、ご職業としては看護師さん、看護師さんで、病院名というのは、それで病院名については、その病院からも公表が出されますので、徳島大学病院です。でこの方は徳島大学病院でですね、看護師ということで、外来の看護師です、それとも入院の看護師です。はい、病棟看護師。病棟ということは入院看護師。入院です。でこの場合その、まあ、いろいろ対策はされていると思うんですけど、はい、患者への感染の危険性みたいなものっていうか、はい、もちろん看護師さんですから現場では最大級の対応されている。ただ徳島大学病院の方で患者さんはじめ、やはりその接触者、そうしたものについて割り出して、で直ちに検査に移る、このように聞いています。その接触者の人数っていうのは、これは今調査中、はい、もちろんで、この方は今中等症とか軽症とかで、軽症です。軽症です。で16日に症状があったということなんですが、はい、17日に仕事に従事っていうのは、まあ、症状がなくなったからまた17日働いたということですか。いや、症状が残ったままです。あ、少し症状を申し上げると、はい、16、17同様なんですが、咳、鼻詰まり、咽頭痛、全身倦怠感があった。そして17日、仕事に従事ということになります。この方、発熱とかはないですか？発熱はこの時点では、というかその後も発熱はありません。あ、このじゃあ、ここに書かれている症状だけで、そうです。で、まあ、仕事に従事をした。はい。この16日に受診した時点では、まあ、特に、まあ、コロナの可能性というのは分からなかった。そうですね。はい。感謝から以上です。各社さんお願いします。それぞれのケースで病院での検査の受診だったのか、それともセンターでの
PCR 検査だったのか、はい、じゃあ以下申し上げていきます。まず98例目の方、こちらについては医療機関での抗体検査となります。抗原検査、失礼しました、抗原検査となります。それから99例目の方、この方は PCR 検査センターです。それから100例目の方、こちらは医療機関での抗原検査となります。次に101例目の方、医療機関での抗原検査です。102例目の方、医療機関での抗原検査です。103例目の方、医療機関での抗原検査であります。104例目の方、医療機関での PCR 検査となります。読売新聞の、はい、どうぞ。99例目の方なんですが、この発覚した経緯なんですが、この方の症状ということなんですけど、どういう形でこの検査というか、はい、まあ、先ほど、調査感染経路を調査中とこのように申し上げましたが、実は96例目の方のいわゆる濃厚接触者ということで調べた結果陽性ということになりました。同じような検査というか、他の濃厚接触者で検査された方というのは99例目の方以外だと思うんですか。まあ、今回の場合98例目の方がいわゆる特用の内部クラスターの関わりということで、後の皆様方が濃厚接触者としてということは、101例目と104例目の方がお互いが濃厚接触者ということになりますので、それ以外濃厚接触者として出たという方はおられます。先ほどの、ホテル宿泊施設とかの確保の関係なんですが、分かりにくかったんですが、新たに確保した施設は吉野川市のホテルだったと思うんですが、それ以外では徳島市、阿南市が追加で、はい、今までは阿南市と徳島市だけでしたが、それぞれに1つずつ、さらに今度吉野川市に1つ、3つ追加です。だから今確保しているのが5つということになります。その医療従事者へ の割り当てるっていうのが、その3施設、新たなその3施設、そうです。ということで最初の徳島市、阿南市の2ホテルも医療従事者の皆さん方などですね、もちろん里帰り出産とか、あるいはどうしても実家に帰れないという方も提供をさせていただきます。ということは、その前の今言ってらっしゃったように、徳島市、阿南市のホテルはといった感染者用に変更するとか、そういうことではなくて、違います。医療従事者のなどの皆さん、今回の7人で、その沖縄でといった感染経路が調査中というか不明なのは1ケース4つと。今回の場合に、調査中とは言っておりますが、99例目の方は96例目の方の濃厚接触者となので、100、101、102、103、そうですね、100だから100以降で、104は101の関係、そうです、お互いだからです、ね、だからどちらかと、どちらかと4つですね。今調査中というのは調査中4つ、はい、あとその医療機関から感染者が出たということなんですけども、そのことについてはどのように受け取っていらっしゃいますか。やはり今回の場合には101、104、この方がご夫妻ということで、やはり家庭内感染、今実は全国でこれが大きな課題となっておりまして、確かに医療機関あるいは福祉施設、こうしたところで防御体制を完璧に取る、しかし家に帰られた時にご家族ここからもらってしまうということが全国で今多発をしているんですね。ですから医療従事者の皆様方で、先ほどニーズが高いということで、今まで徳島市、阿南市だけに医療従事者の皆様方へのホテル用意していたんですが、さらにこれに追加をして徳島市、阿南市、吉野川市、5つのホテルを確保したというのは、そうした医療従事者の皆さん方の心配のニーズ、これは実は両面あるんですね。医療従事者として現場のものを家族に持ち込んではいけないということと、家族内の感染、家庭内感染、これを防ぐと
この両面の意味があるわけでして、まあ、非常にニーズが高まったということで、今5つのホテルを医療従事者などの皆さん方のために用意したというのは、家庭内感染などもとにかく防ぐと、まあ、そうした現場の強い声に我々としてもしっかりと応じようということで用意をさせていただいていると、こういうこと。どうぞ。島大学病院そうですね、まあ、発熱がないというところが一つのポイントであったんではないかと、まあ、このように思うところです。まあ、確かに鼻詰まり、咽頭痛、また全身倦怠感、ただ咳が出ていたといった点についてはやはりもう少し慎重に対応していただければよかったんではないのかなと。やはりどうしても発熱といったところにポイントが置かれてしまうと。ただこの方の場合、101例目の方、パートナーの方が8月の10日から発熱をされているんですね。ですからご自分が熱がないとしてもそのあたりについてやはりケアをしておいていただければよかったかなと。しかも101例目の方、中等症となって今はおられますので、当初は確かにそうはなっていなかったんですけどね、発熱だけだったんですけど、少しそのあたりが残念な気がいたします。私も大学病院で感染症している医療機関だと思うんですけども、はい、念のためなんですが、この看護師さんはコロナの患者さんに対応はされてたんでしょうか。そこのところについては聞いてはおりません。していたかもしれない。まあしていたらおそらくしていたと言われたと思いますけどね。ですから可能性としてはしていないというふうに、ただ確定ではない。はい、この時点での入院者数の合計と、はい、わかりました。それでは今日時点での入院の数、昨日は50名でありました。今日はもうすべて入院手続きは終わっておりまして55名となりました。また東横院療養施設でありますが、昨日は0でありましたが、今日はお二人がこちらに入っておられます。じゃあまたそれは今後、ね、はい、ご用意いたします。どうぞ。99例目の方なんですけども、はい、96例目の濃厚接触者ということだったんですが、この方96例目、家族1人と同僚3人が濃厚接触者ということだったんですが、この方は同僚なのか、家族なのか。はい、では既に発表させていただいておりますが、まず4例目の方がおられて、そして96例目の方がおられると。でこの96例目の方で同僚、これがおられたということでありました。まあ、今回この96例目の方の、まあ、同僚といいますか、これが99例目の方、実は同僚の方さらにお二人 PCR 検査がすでに済んでおりまして、このお二人はだから濃厚接触者として4名、まあ、96例目から見るとおられまして、そのうち94、99が陽性、お二人は陰性ということになりました。はい、受診していない方なんですけれども、はい、これ特に医療機関は受診せずに、被害者接触者センターに相談をしたということになります。はい、少しですね、事情がそれぞれあります。はい、まず100例目の方、
実はこの方、8月の11日から咳、鼻水でずっと症状がこう治らなかったんですね。ただしこの方は既往症がありまして、8月の20日定期検診を受けられる。でそこで CT 取ったところ、肺炎症状があった。これが8月の20日となります。そこで当然 PCR 検査を受ける、抗原検査を医療機関で受けられまして、その結果陽性ということで、定期検診の結果見つかったということになります。定期検診に行くまでに保健所に相談されたりっていうのはないです。っていうのは発熱がないんですね、この方。咳と鼻水ということです。それからあと101例目の方ですよね。でこの方は実はかかりつけ医、こちらの方に受診をされておられます。まあ、8月の10日から38度の熱、息苦しさ、咽頭痛、全身倦怠感、下痢とこうありまして、ずっと似たような症状と熱が続くんですね。そこで8月の18日38度熱があって症状は同じだったんですが、ここでかかりつけ医、こちらを受診をされ、ここでこれだけ続くならとおそらくなったと思うんですが、 CT こちらで肺炎症状がわかる。そこで今度は8月の19日にこのかかりつけ医から紹介を受けて、地域外来検査センター、いわゆるドライブスルーですね、これを受けられました。ただこの時には陰性だったんです。そして今度20日の日 36.9 度に解熱をするんですが、まあ、肺炎の症状といいますか所見が出てくるということがあって、このかかりつけ医さんから紹介でこの入院機関の方に入られる。でそこで抗原検査をして陽性という形になりました。ですから医療機関受診してないというわけではありません。この方も保健所に電話で相談ではないです。かかりつけ医へ行って、そこで CT で見たところ肺炎の症状があったんで、地域外来検査センターに紹介されて、そこでドライブスルーで受けた。その結果陰性だった。ただしなかなか熱も治らないということで、今後もう一度今度はかかりつけ医から紹介をもらって、この入院期間に入られる。それで抗原検査で陽性、そして肺炎所見ですので中等症ということになる。どうぞ。104例目の、女性に関してなんですけれども、この方はその16日に病院を受診した際に検査をしなかったっていうのは、それは発熱がなかったからというようになったんですか。まあ、これは医療機関でのご判断ですのでね、私からどうこう申し上げるまでもないところでありますが、目立った症状がない。そうですね、まあ、この16日の16、17の症状といったものが、咳、鼻づまり、咽頭痛、全身倦怠感ということですね。病院側のレジストの方からですね、ご家族が検査を受けたので、はい、それに、まあ、従う形で検査を受けたということなんですけれども、まあ、県としてもそのようなことで、旦那さんが受けたので、その濃厚接触者として受けたというのを順番として考えています。まあ、濃厚接触者というよりも医療従事者の方ですから、おそらくそれに合わせて受けられたのではないかと思いますけどね。なるほど。濃厚接触者というよりは、まあ、念のため医療従事者としてというような、はい、まあ、結果としてはお互い濃厚接触者で、そういうことですよ。分かりました。あともう一点なんですけれども、この看護師の方のですね、病棟で勤務されていると、はい、どういう病棟に、ここは徳島大学病院の方からも同じ
発表されていると思いますが、あくまでも病棟好き看護師さん、外来ではないということをお示しをするということにとどまっています。わかりました。そうですね、コロナの方に対応したのかどうかというのは、わからないんですか、はい。先ほどのご質問、同じ質問がありましたが、後から確認とか、これは徳島大学病院の方から、もしそういうことであれば、おそらくコロナに対応していたという発表があると思いますから、逆にそれがないということは、コロナに対応をしていなかったということの方が可能性が高いと思います。県としては、まあ、確認してないということですか。そうです。あと、その140例目なんですけど、症状が出てから、例えばその毎回病院に行くときに健康チェックをするとか、そういうことをされたんですか。検温とかあったと思うんですけど。ただ、検温でも熱がありませんでしたので。検温だけで、聞き取りとかそういうのはなかった。だ病院に行った時です。出勤前に例えば検温のみを行って、その健康状態を。まあ看護師さんですからね、おそらくご自分である程度の診断はできるかと思いますから。まあそういった意味で一番大きかったのは、まあ、発熱をされていないといった点がまず勤務をされた一つのポイントだったのではないか。まあ、ただパートナーの方が、まあ、これだけ発熱されてずっとおられましたんでね。風邪にしても移ってる可能性っていうのもありますから、まあ、そうしたところもう少しお考えをいただいたらよかったかな。それで先ほど残念っていう申し上げますね。はい。これまで、まあ、ご自分で症状を把握して、それから、まあ、保健所に相談をして PCR 検査っていうようなパターンが多かったのが、はい、今結構その受診をされて、はい、で何度か受診をしてとか、96年目の方とかそうだと思うんですけども、何度か受診をして、もしくは救急搬送されて分かるというケースが気になってきてるんですけども、何かそういう、こう、どうしてそういうふうに変わってきたのか、どんなふうに考えてらっしゃるというのは、ここはもう一つ、季節的なものも関係してくるというのは、熱中症です。つまり熱中症の症状でいきますと、当然発熱を伴う全身倦怠感、場合によっては咳も出る、まあ、こうした形でお医者さんに行く。ただお医者さんに行った時に、うん、熱中症かな、でも場合によってレントゲン、X 線などを取った場合に肺炎症状がある、そうした場合には当然のことながらその場で抗原検査できる場合にはおやりになるでしょうし、いやいやドライブスルーの方に照会をする、あるいはそれぞれ照会状を書いて病院の方に、まあ、入院可能な病院のところへ送ると、まあ、こうしたことが多い。また救急についても同じ、まあ、この今回の例の方は熱中症でということで運ばれたわけではありませんが、まあ、その後40度まで熱が夜中に出られたということで、まあ、救急車呼ばれたということでしたので、まあ、しかし昨今で全国的にも傾向として多いのはやはり熱中症、これの診断とコロナ、ここの関わり、今救急搬送でも実はそれが一番多いですね。ですから救急隊については熱中症であろうと思われても防御、これをしながら行くというのが今の一つの形となっているところです。実際にその熱中症ではないかと、まあ、誤ってしまうというか、その時点ではそういうふうに診断された例が、まあ、何例かあるということですか。というか逆にきっかけですね。まずは熱中症、だからどうして医療機関から回ってくるのかというと、熱中症がきっかけとなって来られて、救急搬送もそうなんですが、そうした結果、そこで、でも熱中症にしたら少しと言って、胸部レントゲンを取るとか、CT を取る、その結果、肺炎症状などがあれば、当然、熱中症ではありませんので、そうした場合にドライブスルーを受ける、あるいは入院可能な機関のところに照会をする。まあ、逆に言うと熱中症が引き金となってそうした皆さん方の体調不良が、まあ、思われる、まあ、それによって医療機関からの申し出が増えてきているということになるだけです。個人レベルで言うと熱中症かなと勘違いをしてコロナと疑って現場に電話するっていうような人がケースが出てきているっていうことですね。そうですね、まずはだから受診をしちゃうっていうことですね。
クターが出まして、はい、クラスター感染以外の方も、最近多くなっているかと思うんですが、まあ、この状態でも、知事としては、市中感染ではないというふうな考えなのかというと、合わせて先日、亡くなった方が出られたりとかですね、最近では中等症の方も、はい、多くなっているようなんですが、この状況についてどう考えられているか。はい、まず市中感染、これは毎回発表の時に記者の皆さん方からも聞かれるわけでありますが、今回のこの7例についても、一つはクラスター絡み特有ですね、からもう一人は濃厚接触者、またもうお二人はご夫妻であるということがありますので、まあ、そうした意味では7名が例えば全員が感染経路不明者であるということになってきて、なかなかこれも厳しそうだなと、経路判明がですね、ということになると、うん、これはという判断もあるんですが、まあ、あと残りの方も場合によっては分かるということがあるかと思いますので、まあ、ここのところは腰を据えてある程度、まあ、2日間ぐらいはかけてお聞きをして、そして感染経路不明といったものについて白黒をつけるという形をまず取らせていただいて、その結果その数が非常に多いということになれば市中感染ということも考えうるということですが、今の段階としてはまだ早いかな、こう考えています。ただ今お話があるように、昨今中等症、つまり肺炎の症状がある方がちらほら見られるようになってきた、まあ、しかも年齢を問わずというところがありますので、まあ、そうした意味ではこの熱中症、こうしたところも、まあ、どういう因果関係ということもあるかとは思うんですが、やはり全身倦怠感、そして発熱、こうしたものを熱中症が招きますので、まあ、そうした意味ではこの肺炎症状、非常に難しくなっているかな、こういう症、まあ、印象を受けています。まあ、それだけに正確な診断といったもの、あるいは各医療機関ですね、最初のファーストコンタクト、まあ、そうしたところでその肺炎の症状を見ていただくと、まあ、今回もほとんどのところ見ていただいている部分が多いものですから、そうしていただけると非常にありがたいなと、こう考えています。ただ全てのところがね、それぞれ CT をお持ちということではありませんので、もちろん胸部レントゲンというのも一つあります。まあ、今後そうした点についても関心を持っていただければ、こう考えています。ちょっと知事の本があるんですけど、もし可能でしたら梅田市長とか広瀬課長に残っていただいて、はい、ちょっと細かなレポを、はい、ちょっと確認したいことあって、はい、知事は多分もう次は、まだ大丈夫でした。あと5分大丈夫です。はい、あ、じゃあどうぞ。ですね、104例目の方、はい、もまあ、パートナーの方が遠くから症状が出ているということで、東海港の工場と、あと、まあ、院内で、まあ、機能判明したということで、今日恐らく PCR と、はい、受けられると思うんですけど、何人ぐらい受けられているのかというの。はい、まず104例目の方、発症、まあ、症状が出たのが8月の16ということですから、我々としての積極的な疫学調査ではその2日前ということで、14日からしかここは取っていないということになります。そして8月の14日と先ほどから話の出ている17日、この2日間仕事に従事をされています。8月の16日ちょうど空いている日は医療機関に受診をされているということになります。先ほどもうお答えした通り、今徳島大学の方でそれは対応されています。今日は徳島大学東京院さんの対応として何か全部消毒されたのか、はい、というよりも徳島大学の場合には高度感染症の対応ということで、徳島県にとってみては一番の高度の感染症の対応病院ということですので、まあ、こうした感染症対応といったものについてはおそらく万全を期されていると、このように考えております。ということで徳島大学からも発表が出ていると思いますが、例えば救急外来、これらを止めるという形は出ておりません。ただ先ほどからお話があるように、いわゆる濃厚接触者ではなくて接触者の調査、これはされておられますので、もちろんその結果、これによって場合によってはそうしたことが起こるということもあり得るということであります。今まで、はい、例えば今
ところは特に聞いていません。すみません、最後にいつも聞いてます、新規何人、前の週何人というはい、今回のアラート聞いてよろしいですか。ええ、もちろんです。それでは徳島アラートに基づく点について以下申し上げてまいります。それではまず6つの指標がありますので順次申し上げていきます。まずは我々地方にとって重要とされる直近1週間の新規報告者数は23名となります。次に先週とそれからその前の週と比べた場合、多くなっているのか少なくなっているのか、ここの点については少なくなっています。また感染経路不明者につきましては23分の4、1名、96例目の方を加えさせていただき 17% となっています。次に大都市部を中心とする以下3つの指標、まずは病床の逼迫具合ということで、病床の全体としてこちらについては200分の55となりますので 28% となります。うち重症者用につきましては25分の1、 4%。 そして次に療養者数、つまり入院の方に療養治療をされている方を加えるもの、入院が55、療養宿泊の方が2名ということで57名となります。そして最後 PCR 陽性率、こちらは1491分の23、 1.5% となります。すみません、前の週より減っているということなんですが、前の週の数字は分かりますか。19ですね。19です。あ、逆か。そうですね、先週より少なくなって19。違います、19だとおかしいですね、うん、今が26、新規が今23ですよね。23ですね、はい、前が26です、ね、26です、はい、分かりました。こちら大丈夫ですか。はい、じゃあありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。